皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、糖尿生活の気晴らしね、今日は車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が感染してしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、歯医者の通院の日でございますのでね、病院まで来ております。その現在僕の口の中ではですね、その味覚障害で、ね、そのほっぺたの内側がね、ただれていてですね、味覚障害でその味覚がね、ちょっとバカになっていて、食事の味というものをね、感じることが難しい状態で、さらにはその虫歯がね、激しく暴れててね、落ち着きません。そんなね、味覚障害と粘膜障害とね、その虫歯が落ち着かない、暴れ出している理由がね、ちゃんとありましてですね、僕はその白血病のね、治療でね、抗がん剤をして、骨髄移植を受けてですね、その骨髄移植の副作用やその合併症でね、味覚障害、粘膜障害に侵されていまして、それら粘膜障害、味覚障害の副作用と合併症を抑えるために免疫抑制剤というのを飲んでいます。その味覚障害と、ね、粘膜障害に関してはですね、まず別の動画でね、その改めて説明させてもらいますけども、これまでもね、今までも説明させてもらってたんで、改めてと言いましてはまた別の動画でね、お話しさせていただきます。で、今回は歯科に行くこと前ということなので、免疫抑制剤と歯の関係性について少しだけね、お話しさせていただきます。そのね、僕が今飲んでるその免疫抑制剤にはですね、その歯を柔らかくしてしまう性質がね、あるそうなんですよ。で、それの関係でですね、その歯を溶かしてしまって虫歯になりやすくなっております。しかもですね、免疫抑制剤にはね、歯を溶かすだけじゃなくてですね、同じように骨も柔らかくしてしまう、その脆くしてしまうんですよ。それによってね、骨粗鬆症になってね、その腰椎といって、その背骨の腰の部分にあたる骨のね、圧迫骨折とかね、太ももの大腿骨という骨とね、その骨盤をつなぐね、その大腿骨頭という、ね、部分があるんですけども、その骨が壊死してしまう大腿骨頭壊死症というのにもね、なりやすくなるという、このね、背骨の圧迫骨折と、大腿骨頭壊死症というこの2つのが代表的に挙げられます。で、それと同じような感じで歯も、柔らかくなってしまう、脆くなってしまうということなんですよ。そしてね、これはね、歯には関係ないこと、骨にも関係ないことなんですけども、その免疫抑制剤を飲んでるとですね、糖尿病になる可能性もあります。で、そしてね、この免疫抑制剤を飲んでてなってしまう糖尿病というのはですね、普通の糖尿病ではなくてですね、ステロイド糖尿病という種類になるんです。糖尿病に関してはですね、他にも 2種類あるんですけどね、今日はお話ししません。でも簡単に言いますとですね、どちらもですね、人間の体の中にはね、膵臓という、これぐらいのね、やつがあるんですけども、多分これぐらいなんですよ、形がね、ほんまこれぐらいねで、それのこれぐらいの、膵臓から分泌されるインスリンっていうやつがあるんですけども、物質が、ね、あるんですけど、そのインスリンという物質が分泌されるのと、分泌されたその後のインスリン自体がですね、その働きが悪くなって、で、それが原因で他の臓器にね、他のなんか肝臓とかあるじゃないですか、そういう臓器にですね、影響が出るっていうのが、その糖尿病という病気なんですよ。ちなみにね、その日本人の病気のランキングでですね、2位と3位がですね、その糖尿病に関係しているのがね、原因なんですよ。怖いですよね。だいぶ話がそれましたけども、歯医者に話を戻しますね。で、今日の歯医者はですね、先週ぶりなんですけども、それまではね、実に2ヶ月もね、空いてたんですよ。だからその、治療ができていない状態でね、放置していたんですよ。放置されていたんですわ。というかね、コロナの関係でね、ちょっとね、歯医者に通える感覚がね、空いてたんですよ。空いてたというか、開けられていたという表現の方がね、当てはまりますけどもね。ほんでね、その、歯医者がね、他の内科や皮膚科とかね、眼科などと違ってですね、なぜそんなに通院の間隔をね、制限されてたのかと言いますとですね、どうしてもそのドリルとかね、そのエアコンプレッサー的なやつあるじゃないですか、シューってこの空気出すやつね、そんなんなどの機械を使うので、患者さんの口元からね、その削りカス、ドリルで削った削りカスとか、その機械から出しているその水があるんですけど、ドリルってね、今最近のやつ
人は別に水を出しながらドリルでねガーッと吐けずるんですよ。でそんな水しぶきとか、患者さんのよだれとかねバッと飛び散るんで、その感染のリスクが高い場所、感染のリスクが高い、蚊ですね、として指定されてたらしいんですよ。でまあそのそれによってその1日に治療するその患者さんのねその人数をね制限されていたようなんですよ。皆さんの中でそのメガネかけていらっしゃる方とかだったら分かると思うんですよ。僕みたいにメガネかけてる人分かると思うんですけども、その歯医者に行ってその治療してもらってる時にね、そのメガネにね水しぶきが飛んできて濡れることとかねあるじゃないですか。まあその歯医者によってはメガネ外してくださいって言われるたりすることもあれば、まあ、そのまま寝ててもね、そのメガネかけてない人でも寝ててもその顔にパパパパパってこう水しぶきが飛んでくるとか感じたことも言っていると思うんです。でまあそれぐらい自分の顔にも飛んでくるので、まあ、もちろんね上からこうやって覗き込んでるその先生とか隣にいてる助手さんとかにもねかなり飛び散ってるわけなんですよ。でそういった理由で、歯医者っていうのはですね、他の内科や皮膚科や眼科とかよりも激しく厳しくね、制限されていました。でもしかしね、その最近やっとですね、その制限がね解除になってですね、その予約枠がね解禁になりました。まあそんな感じなので、またねこれからね、まあ以前にもあったようにですね、まあ怒涛の隔週通院がね始まろうとしております。まあ、怒涛の隔週通院っていうのはね、最高でね僕ね6週間連続歯医者にね通ってましたね。まあでもあの時は、ね、忙しかったですね。まあまだ決まってないんですけどね、まあこれからきっとねその歯医者に行くたびにですね、来週来れますか、来週来れますか、来週来れますかっていうこういう風にね連続でね聞かれることやとね思っているんですけどもね、まあそんな感じでね今日もねまあ歯医者にね行ってくるわけなんですけども、まあその今日の歯医者に関してはですね、まあその先週ねその皮膚科と合わせて行った時にですね、この左奥歯にね潜伏している虫歯のね治療の続きが行われてたんですけども、まあ今日もねその続きです。まあその左奥歯のね虫歯の治療をねしっかりね終えるまではですね、まあその次のねこの辺とかにもあるねその他の虫歯があるんですけども、その治療に進むことがねできないんです。まあねなんでやねんと思うんですけどもね、連続してやれよと思うんですけどもね、まあ歯医者には歯医者のルールがありますのでね、まあそれには逆らえないので、まあこちら側もね患者側もですね、まあそれに従ってね受け入れていかなければねなりません。まあめんどくさいっす。もういっぺんにほんまにやってくれたらいいんすけどね。あ、いっぺんっていうのはね大阪名ですね。その一回という意味です。一回という意味です。いっぺんっていうのはね、まあね他の使い方だったらね、いっぺんやってもらったらええねんとかいう使い方もあるんですけどもね、そのいっぺんやってもらったらっていうのは一旦やってもらったらいいねんっていうようなこの意味としてもね、そのいっぺんっていうのもねいろんな意味でね使うことができます。まあ状況に応じてね変えてるんですけどもね、変えてるんじゃない、変わるんですけどもね、そのまあ一回で済ますことがねできないのか知りませんけども、その何回も治療をね行いやすくするためにですね、まあ、削った左奥歯っていうのはですね仮の蓋をするわけですよ。でまあそれがまた、ね、柔らかくてですね、その今までならその治療を終えて帰った2日経ってからぐらいの頃にはですね完全にその蓋が取れてしまうほどね柔らかい素材でね蓋をされたんですよ。まあ例えるならですね子供が遊ぶ油粘土くらいのね質感なんですけどもね、めっちゃ柔らかいでしょう。まあ、あんなもんね歯ブラシでね歯磨きしたらね、どんだけ優しい力加減でね歯ブラシでね動かしててもですね、まあ取れてしまうわけなんですわ。ほんまにかなんなって感じです。でもね、まあそのね、コロナのね、自粛期間中といいますか、まあ歯医者に行けなかったこの2ヶ月間っていうのをね、そのね、2ヶ月間の間にかぶせてもらってたね、その仮の蓋はね、まあ案外しっかりしてたやつだったんですよ。まあ、もちろんね、その歯磨きしてても取れませんでしたし、なんならその普通の歯かなと思うぐらいね、勘違いするぐらいのね、質感やったのでね、まあ、食事をしている時もですね、まあ普通にね、左奥歯で食材をね、噛むことができてたので、まあその期間はね、その流動食以外のものもね、たまには食べていました。でもね、まあその他の歯がね虫歯で穴ぼこだらけなので、やはりその流動食がね、まあ、主流となってたんですけどもね、まあもうね早くですね歯でねしっかりとね噛める食事をねしたいもんですわ。まあ歯医者っていうのはですね1本ずつしかね治療してくれへんしね、まあ、しかも1日終わらんかったら途中で止めて、まだね仮蓋をして 1、2週間空けてまたねその治療をね再開するといったね戦法でね僕は相手してくるので、まだまだその僕の虫歯とね歯医者の戦いはね長く続きそうです。まあそんな感じでね今からね行ってまいります。
まあ、治療の経過はね、また報告させていただきます。ひょっとしたらね、まあ、今日でね、左奥歯のね、治療を終えて、まあ、違う虫歯に取り掛かってくれるかもしれないのでね、またその辺もね、お話しさせていただきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。